こんにちは、ざわざわジャポンです。1998年に反町隆史さんが主演で話題になったドラマ GTO が26年ぶりにスペシャルドラマ GTO リバイバルとして2024年4月1日21時から放送されることが発表されました。 GTO といえば漫画が原作の学園ドラマですが、松嶋菜々子さんがこのドラマのヒロイン冬月あずさを演じており、反町隆史さんと松嶋菜々子さんが結婚するきっかけとなったドラマとも言われています。その他にも生徒役には当時の若手俳優が多数出演しており、現在大ブレイクしている役者さんが数多くいます。今回の GTO リバイバルでは反町隆史さんだけでなく、当時の生徒役で出演していた池内博之さん、山崎裕太さん、窪塚洋介さん、徳山秀則さん、小栗旬さんも出演することが発表されました。また生徒役以外では当時出演していた藤木直人さんも登場します。いずれも26年後の姿が描かれるそうです。当時リアルタイムで見ていたファンにとっては嬉しい発表となりました。今回のあらすじは、暴露系インフルエンサーのいる高校に赴任した鬼塚が日々お互いの顔色を伺い、疑心暗鬼になっている令和の高校生たちを前に鬼塚流の熱血授業を繰り広げるといったものになります。赴任する高校で反町隆史さん演じる鬼塚栄吉は3年1組の副担任となりますが、担任の綾原美優役は岡崎紗恵さん、教頭先生は小手伸也さんが演じます。また生徒役には今後ブレイクするかもしれない若手俳優女優が多数出演します。そこで今回は GTO リバイバルで生徒役を演じる総勢32名のキャストを見ていきたいと思います。市川鈴鹿、八木莉可子、鬼塚が副担任を務める3年1組の生徒、クラスでは優等生キャラだが2人で暮らす仕事一筋の父市川光一との関係がうまくいっておらず、家でも会話をしない。八木莉可子さんは2001年7月7日生まれで滋賀県出身。2015年にデビューし、2016年には新人女優の登竜門として知られるポカリスエットの CM キャラクターに抜擢されました。また同年にはミスセブンティーン2016に選ばれ、セブンティーンの専属モデルにもなりました。女優としては話題になった実写ドラマパリピ孔明や NHK 朝ドラ舞い上がれなどに出演していました。遠藤凛、畑芽衣、3年1組の生徒、仲のいい両親のもと幸せに暮らしていたが、父の会社の不正が暴露系インフルエンサーにあぶかれてしまい倒産。両親は働き詰めで無理をして凛を私立の愛徳学園に通わせている。畑芽衣さんは2002年4月10日生まれで東京都出身。なんと1歳の頃から芸能活動を開始しました。2015年まではアイドルグループポッチモとして活動していました。これまで数多くの作品に出演しています。2024年4月スタート予定の川口春奈さん主演の TBS ドラマナインボーダーに出演することが発表されています。宇野春人、日向亘、3年1組の生徒、野球の推薦で入学するも怪我によって野球ができなくなってしまったことで父親からクズなどと日々罵られている。日向亘さんは2004年3月18日生まれで群馬県出身。2019年14歳の時にホリプロのメンズスターオーディションで6468人の中からグランプリに選ばれ、ホリプロに所属しました。2020年に俳優デビューし、2021年仮面ライダーリバイスに出演し注目を集めました。三崎歌、小林桃子、3年1組の生徒、現時点ではどういう役柄なのかは不明です。小林桃子さんは2005年2月5日生まれで東京都出身。デビューからわずか3ヶ月で NHKBS1 のドラマ「ケーキの切れない非行少年たち」で主演を務めました。以上、生徒役のメインキャストをご紹介しました。メインキャスト以外の生徒役もすでに発表されていますので、キャストの簡単なプロフィールとともにご紹介していきます。役名が分かっている人は合わせてご紹介いたします。青井ひな、生年月日2003年4月14日埼玉県出身。キッコーマンのショートドラマ「もしもこの国に醤油がなかったら」、バンダイの「ワンピースカードゲーム」の CM などに出演しています。
設楽モネ、生年月日2004年3月19日、栃木県出身。高校卒業後に本格的に女優活動を始めています。 GTO では三上遥という役名で出演します。成田くるみ、生年月日2004年7月26日、北海道出身。テレビ朝日系ドラママルスゼロの革命に生徒役でレギュラー出演しています。 GTO では堀田愛という役名で出演します。仲良し玲也、生年月日2005年12月19日、東京都出身。映画水深0メートルからやロッテクーリッシュの CM などにも出演しています。 GTO では須野部さくらという役名で出演します。江藤芽衣、生年月日1999年5月1日、福岡県出身。ドラマ隣のナースエイド、ウルトラマンブレイザーなどにも出演しています。 GTO では望月カノンという役名で出演します。高橋沙羅、生年月日1998年2月3日、千葉県出身。2012年に行われた応募総数1万人以上の大規模オーディションに合格し、劇団ハーベストに入団した経歴があります。 GTO では伊藤庵という役名で出演します。さくら、生年月日2001年4月28日、東京都出身。 NHK E テレの高校講座などに出演していました。 GTO では内山アンナという役名で出演します。月山リオン、生年月日2004年4月6日、福岡県出身。 GTO が初めてのドラマ出演になるようです。小川芽衣という役名で出演します。伊桜あかり、生年月日2000年11月1日、長野県出身。昨年テレビプロデューサーの佐久間信行さんの YouTube チャンネルのぶろっく TV に出演し話題になりました。 GTO では小松日向という役名で出演します。山口もあ、生年月日2007年3月27日、群馬県出身。 ABC マートの広告モデルなどを務めています。 GTO では中川ノアという役名で出演します。安田乙葉、生年月日2001年8月5日、福岡県出身。 YouTube チャンネル音チャンネルを開設し、ファッションやメイクなどを発信しています。 GTO では竹内葵という役名で出演します。高瀬彩菜、生年月日1997年1月10日、岐阜県出身。映画法廷遊戯などに出演していました。 GTO では宮崎楓という役名で出演します。今井隆太郎、生年月日2005年6月2日、埼玉県出身。アベマ TV の恋愛リアリティショー花束と狼ちゃんには騙されないに出演し話題になりました。 GTO では森の育人という役名で出演します。カイアン、生年月日2005年5月3日、オーストラリアメルボルン出身。モデルを中心に活動しています。友永安治、生年月日2001年10月3日、高知県出身。テレビ朝日系ドラママルスゼロの革命に生徒役でレギュラー出演しています。 GTO では松田優馬という役名で出演します。坂上翔馬、生年月日2000年4月12日、和歌山県出身。フジテレビ系ドドラ、おっさんのパンツがなんだっていいじゃないかなどに出演しています。 GTO では川口大河という役名で出演します。岡島良太郎、生年月日2005年7月2日、茨城県出身。特撮ドラマ海賊戦隊ゴーカイジャーやフジテレビ系ドラマ名前をなくした女神などに出演経験があります。藤田健志郎、生年月日1997年8月5日、千葉県出身。大河ドラマ鎌倉殿の13人などにも出演経験があります。 GTO では矢野海人という役名で出演します。崎本敦史、生年月日2000年10月22日、あまり情報がありませんが大井お茶俳句大賞で3年連続入選しています。久世隼人、久世隼人さんについて調べましたが全く情報がなく画像もありませんでした。
事務所に所属しているのかどうかも謎です。山下翼、生年月日2003年6月14日東京都出身。俳優活動をしていますが、現役のプロボクサーとしても活躍しています。籠崎誠斗、生年月日2001年1月23日群馬県出身。フジテレビ系ドラマホスト相続しちゃいましたに出演していました。増尾浩紀、生年月日2007年6月26日茨城県出身。 TikTok のフォロワーは15万人以上です。 GTO では村上大和という役名で出演します。高瀬光馬、生年月日2003年1月29日愛知県出身。モデルとしての活動がメインでしたが、最近は俳優として活動の幅を広げています。下村美空、生年月日2005年1月31日神奈川県出身。第35回ジュノンボーイコンテストファイナリストでした。 GTO では田中凪という役名で出演します。オーガ、生年月日2009年3月24日東京都出身。大河ドラマ鎌倉殿の13人などにも出演経験があります。 GTO では石川みなとという役名で出演します。和田伊織、生年月日2005年8月22日東京都出身。15歳の時に映画茜色に焼かれるでメインキャストに大抜擢され、注目を浴びました。金子美優、生年月日2003年8月13日福岡県出身。2023年9月まで福岡のローカルアイドルリンクのメンバーとして活動していました。いかがでしたか？冬月あずさ役として当時出演していた松嶋菜々子さんが出演するかも気になるところですね。今回は生徒役のみを紹介させていただきましたが、1998年に放送された GTO ではまだ全く無名の時代の玉木宏さんも脇役で出演していました。今回出演する脇役の生徒の中にも将来大ブレイクする人が出てくるかもしれませんね。また先生役やゲストなど、その他のキャストにも多くの有名な俳優女優さんが出演しています。気になる方はぜひチェックしてくださいね。この動画の高評価やご感想をコメント欄にてお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。